この世には様々なジャンルのゲームが存在する。アクションだったり、シューティングだったり、ストラテジー、対戦、協力、非対称型、このように様々なカテゴリーでゲームは親しまれてきています。しかし、その中で異質なカテゴライズが存在します。それがクソゲー。クソゲーは本来バカゲーと呼ばれることが多かったんですが、バカゲーだと親しみを込めている、そんな表現とも取れるため、クソゲーの名付け親三浦淳さんは、金を払ってるんだからバカじゃ済まないだろう、そんな理由ではびこっていたヤバいゲームたちにクソゲーという名前を付けました。今日はそのクソゲーの深淵を覗いていきましょう。おじゃす、どうもサオでございます。はい、気づきました皆さん、気づいた人はかなりのサオリスだと思うんですが、そう、これ新シリーズ。もう何回新シリーズつって1回でやめんだよ。新シリーズつったって別に評価が悪かったら、だから次できないじゃん。それでは行きましょう。皆さん、クソゲーってご存知ですよね。ただ、ちょっとご存知ない人がいると思うんで、ちょっとお話ししていきましょう。クソゲーとは、クソゲームの短縮形です。ゲーム評論を行うユーザーやメディアが、つまらないコンピューターゲームや、初めから積んでしまっているようなゲームを酷評する際に簡易的に用いられる言葉です。つまり、このクソゲーっていうことによって、もう簡単にそのゲームを言い表すことができる。このクソゲーっていうね、言語がなければ、もうこの世は成立してないみたいな、それは言い過ぎみたいなのが、クソゲーですね。なので、1985年頃って、そういうクソゲーって言い表すことができないような様々なゲームがあったし、クソゲーっていう言葉が存在していない以上、クソゲーを出してしまう、そんな企業って怯えがなかったんですよね。これクソゲーだったよ、みたいな、そういう口コミがない限り、なんかやりたい放題やれるんですよ。80sですね。これにあったやばいゲームを一つ紹介していきたいと思います。皆さん、こんな映画ご存知でしょうか？あんま知らないかな？ちょっとマイナーかな？とりあえず、ET っていう映画なんですが、ご存知でしたか？知ってた。それ素晴らしい。博学。そんな作品なんですけども。ET は1982年公開のアメリカ合衆国の SF 映画です。制作はスティーブン・スピルバーグ、キャスリン・ケネディと、この素晴らしい人たちが制作しています。約1000万ドルという予算で制作されたんですが、公開と同時にアメリカではおよそ3億ドルという当時映画史上最大の興行収入を記録しました。後々90年代にはジュラシック・パーク、もののけ姫と興行収入はやはり抜かれていくんですけれども、これはもう一つ映画の一時代を築くような超大作になっています。この素晴らしい映画をクソゲーの毒牙にかけるがごとく、一つのプロジェクトが動き出します。それが ET のゲーム化。いや、ゾクゾクするでしょ。やめとけよと。しかしこの世は金。そう、お金が動くところならメディアや様々な制作会社はそこに目をつけていきます。今回はこの伝説のクソゲー ET はどのように生まれ、そして死んでいったのかを紹介していきます。この ET のゲームに限ったことじゃないんですけど、この1980年代っていうのはなんでこんなにクソゲーが多いのかっていう話をまずしていくんですけれども、この ET というゲームが出たのがアタリ2600、当時ですね、スペースインベーダー、もうこれやったことない人でも知ってるような、こういう超大型タイトルのこの移植版っていうのがアタリにずっと流れてくるってことになって、サードパーティーによるソフト制作を認めていました。なのでこれはいいことじゃないですか。業界が盛り上がって、しかしいいことばかりではありませんでした。サードパーティーっていうのはかなりノウハウがなかったんです。ゲームとして制作したのか、ゴミとして制作したのかわからないような、そういうヤバいタイトルっていうのがどんどん横行してあたりに入ってくるってことになりました。どのゲームを買ってもなんかあたりのゲームマジでおもんなくね、みたいな、これサードパーティーが開発したからだよ、みたいな、そういうね、賢い人たちってそんな少ないと思うんですよ。てか別にサードパーティーが開発したからって面白くあるべきだし。なのでゲームがバタリと売れることがなくなりました。並行してこの ET のゲームがあたりに大打撃を与えます。どんな末路を迎えたかというと、あたり社が倒産しました。クソゲーの域を超えてやがる。 ET のゲームのとんでもない設定を見ていきましょう。
まずこの E.T. のゲームの概要なんですが、これは実際にスピルバーグから指名を受けたハワード・スコット・ウォーショーっていう方がゲームの開発そしてデザインを手掛けています。様々な映画をテレビゲーム化して結構ヒットを飛ばしているんで、なのでスピルバーグ氏もこのハワード氏を指名したんですね。これに先ほどのハワード氏が衝撃的なことを話します。それがこのゲームの開発期間は5ヶ月だった。え、5ヶ月少なくね。しかし今のは僕の言い間違いで、5週間です。5週間という期間なぜ設けられたんでしょうか。これは今でもあります。クリスマス商戦です。クリスマスに間に合わせるためのスケジューリングです。そして次にハワードに課せられる期間、それが36時間。スピルバーグに実際にゲームのデザインをプレゼンテーションするまでの期間です。つまり36時間で企画書を練って、面白いゲーム構想を練って、それでいてスピルバーグのところに駆けつけなければいけないっていう話ですね。もうこれを映画化したらいいんじゃないですかね。ハワード氏がプレゼンテーションを終わらせると、スピルバーグ氏はパックマンみたいにできない、そう言ったらしいです。まあ、ただパックマンを作るにしろ、この5週間じゃ作れないし、共通認識が練れていないと、こういうことって結構起きるんですよね。何言ってんだこいつみたいな。しかしハワード氏もなかなか天才です。この5週間をなんとか乗り切り、 ET のゲームは納期に開発を完了させることができました。これすごいですよね。そして次に出てくる数字が400万から500万。これはこのゲームが製造された本数です。1982年のクリスマス商戦にこの ET というゲームが400万から500万本製造され、市場に売り出されるということになります。じゃあ実際にプレイした人はどう考えたんでしょうか。当時のレビュー雑誌ではゲームとして破綻している、絶妙にイライラする、落とし穴というシステムがゲームを崩壊させている、グラフィックがひどい、実際に何本売れたんでしょうか。それが150万本。いや400万本500万本は作りすぎたね。なんで当たり側はあんまりゲーム内容も知らず、もうこれ ET のゲームか、これ売れるだろと思って大量生産したらしいです。つまり在庫を抱えるのは当たり側、ライセンス料っていうのをまあユニバーサルに払ってると思うんですけど、これが70億円だったらしいです。全然赤字。まあこの赤字をどう乗り切るかと言われていた最中、当たりショックっていうのが起きてしまうんですね。つまり当たり社はこれでほぼ倒産になってしまったと言われています。しかしこの ET のゲーム、この倒産伝説だけでは話が終わりませんでした。 ET のソフトは大量生産されてしまっていたため、売れ残りのカートリッジはただのゴミでしかありませんでした。この売れ残りのカートリッジは埋め立て地に大量廃棄されました。実際の写真がこちらと言われております。この写真って2014年のものです。これどういうことかっていうと、発掘されたんです。そしてその発掘されたゲームは国立アメリカ歴史博物館に実際に収蔵されています。このゲームはクソゲーであり、そして初めて化石となったゲームなんですね。ちなみにこの ET のゲーム、今では幻のソフトになってしまいました。海外のオークションサイトでは日本円にして1100万円で取り扱いされているらしいです。そしてその中の880本は実際にこの価格で売れています。そう、マニアにはたまらない、そんな化石になったクソゲー ET でございました。はい、というわけで、今回クソゲーシリーズ第1弾でした。まあクソゲーって言えば、まあファイナルソードもやった気がするね。なんか紹介してほしいクソゲーあったらぜひ LINE に送ってください。まあこの話題割とみんな好きそうなんでね、ぜひよろしくお願いします。それではチャンネル登録をすると今回はどうだろう、空から100万円が降ってくる可能性が 3% に増えます。